どうもこんにちは、くのいち忍者の花丸です。今日も津山のイベント、 JR のイベントで忍者の格好をしてパフォーマンスをしました。今日はその様子をお見せします。もし私が1回目のステージよりかっこいいと思った方は、いいねとチャンネル登録お願いします。同じ新人が2人、若手2人がいます。さなまるとりょうのシーンお願いします。拍手でお願いします。みなさんこんにちは。ありがとうございます。今から若手の忍者で、忍者の歌を歌っていきたいと思うんですけど、これはとっても運動になるので、皆さん一緒に参加してみてください。はい、それじゃあみんな若手の忍者で手裏剣を投げるので、今から皆さんで避けてもらいたいんですけど、じゃあ早速投げようか。投げましょう。じゃあ最初は手裏剣はどこに投げようかな。足手裏剣。足を片足でも片足でも上げてもらえたら、はい、大丈夫かな。はい、今のは足手裏剣といって足に投げたので、ジャンプして避けていただけたらなと思います。まあ、ちょっと座ってる方とかはね、ちょっと難しいので、ちょっと片足だけ上げてみたりしたら避けれるので、ぜひやってみてください。じゃあ次の手裏剣投げようか。じゃあ次は手裏剣どこに投げようかな。頭手裏剣。お、いいですね。そうそうそうです、そうです。今のはしゃがんでもらえたら当たりません。じゃあ最後はちょっと難しいですよ。じゃあ最後はどこに投げようかな。忍者チョーク。あ、みんなもう切られましたね。今のは騙されてはいけません。手裏剣ではなくて刀で皆さんを切りに行ってるので、両手でパシッと受け止めたら切られません。いいですか。まあ今練習したので準備はいいと思うので、次の曲手裏剣忍者行ってみたいと思います。忍者ってなんじゃもんじゃ、忍者ってなんじゃもんじゃ、忍術使ってどこ行く忍者、早いぞ忍者、強いぞ忍者、手裏剣シュシュシュで足手裏剣。あ、いいですね、皆さん最高です。せーの。忍者ってなんじゃもんじゃ、忍者ってなんじゃもんじゃ、忍術使ってどこ行く忍者、早いぞ忍者、強いぞ忍者、手裏剣シュシュシュで頭手裏剣。しゃがんで、あ、いいですね。じゃあ最後いきますよ、せーの。忍者ってなんじゃもんじゃ、忍者ってなんじゃもんじゃ、忍術使ってどこ行く忍者、早いぞ忍者、強いぞ忍者、手裏剣シュシュシュで、あ、忍者チョーク。いいですね。じゃあ最後3つ全部いきますよ。足手裏剣、頭手裏剣、
忍者長ありがとうございます。最後最高です。最後はせーの、にんにん、ありがとうございました。手裏剣忍者でした。続きまして、なんと小学5年生のさなまるが素晴らしい昭和の世界に皆様をご招待いたします。なんとなんと美空ひばりさんのメドレーをお送りします。まさか小学校5年生と思えないでしょ。ところがもう一つ皆様隠し玉があります。終戦後暗く沈んだ日本の国をこの一曲でバーッと明るくしました。続きまして、笠木静子さんのご存知、開門のブギー、皆さん手拍子お願いします。手拍子お願いします。私のお家はてんやわんやの大騒ぎ、おうちと正月一緒に来たよな、てんてこまいの忙しさ、
何が何だかさっぱりわからず、どれがどれやらさっぱりわからず、何も気がついたんでは聞いたけど、何を買うやらどこで買うやら、それが坊ちゃんになりまして、わてほんまにおいわんわ、わてほんまにおいわんわ。たぶん日曜サンデーというのに何が因果というものか、こんなにたくさん買い物頼まれ、人の迷惑考えず、あるものないもの手当たり次第に、人の気持ちも知らないで、わてほんまにおいわんわ、わてほんまにおいわんわ。何がどうもあれ買い物はじめに魚屋さんへと飛び込んだ。第二ヒラメにカツオにマグロにブリにサバ、魚は取り立てとびきり上等かいなはれ、おっさん買うのと違います、刺身にしたなら美味しかろうと思うだけ、わてほんまにおいわんわ、わてほんまにおいわんわ。鶏が焼かれたトニカ、エビにアナゴにキスにシャコ、わさびを効かせてお寿司にしたなら、なんぼか美味しいから、なんぼか美味しいから。お客さん、あんたは一体何買いまんねん。そうそう、私の買い物は魚は魚でも、おっさん、鮭の缶詰おまへんか、わてほんまにおいわんわ。アホかいな。隣は八百屋さん、人参、大根、ごぼうにれんこん、ポパイの好きなほうれん草、トマトにキャベツに白菜に、きゅうりに白瓜、ポケナスかぼちゃに、東京ネギネギクギギ、ナットリワンジャボンカット、マッチングサイダー、タバコにじんたん、ややこし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 、あーややこしい。おっさんこんにちは、ちょっとおっさんこれなんぼ、おっさん今かこれなんぼ、おっさんおっさんこれなんぼ、おっさんなんぼでなんぼが、おっさん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 、おっさん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 、おっさん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 、わしゃ聞こえまへん、ほんまにおいわんわ、わてほんまにおいわんわ。しんどいやー、素晴らしい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 、いやー素晴らしい素晴らしい素晴らしい、皆さんまさか小学校5年生とお前ねでしょ、次はですが、次は今度は皆様方が主役です。皆様ご存知の東宝映画、日活映画、青春映画の代表作、ご存知石坂洋次郎原作の青い月夜、歌は世に連れ、夜は歌に連れ、隣のばあちゃん孫を連れ、懐かしの昭和歌謡、小学校5年生のサラマリア、どうぞと歌います、青い山脈。明るい歌声に流れも起きる、花も咲く、青い山脈、ひまわり桜、空の果て、今日も我らの夢を呼ぶ。それでは2番に参りたいと思います。それでは皆さんご一緒にご唱和ください。さあ行きますよ。古い上着よさようなら、古い上着よさようなら、寂しい夢よさようなら、寂しい夢よさようなら、青い山脈、もなく、皆様ありがとうございます。
何度もご一緒にご唱和ください。いきますよ。雨に濡れてる焼け跡、雨に濡れてる焼け跡、名もない花も振りあおぐ、青い山脈、輝く峰の、輝く峰の、懐かしさ見れば涙が、懐かしさ見れば涙が、またにじむ、またにじむ。続いて4番に前、父も美人だ、母も見た、旅路の果てのその果ての、青い山脈、皆様良い旅を。最高。最高。ありがとうございます。ありがとうございました。サナの LINE スタンプ、みんなダウンロードしてね。YouTuber サナのちょっと聞いてよ。準レギュラーとともに楽しくお送りしています。みんな聞いてね。ミホエルさんのお店に入りたいと思います。それでは入りましょう。レッツゴー。